今日はそのスチールマン、映画のスチールマンっていうのがどういう流れで仕事をね、うんうん、もらってとか、現場でどういうふうにやっていってとか、はい、まあ仕事をどうやってつないでいくかみたいな話を全般的にしたけど、うん、他のスタッフはどうなの？知ってる範囲で 話せるものある？例えばね、カメラマンっていうかそっちの撮影部さんの話だと、やっぱり機材屋さんとかで勤めてとかで、そこでそっから助手になっていくっていう流れがあるみたいですよ。機材屋さんはよく聞くけどね、はい、あと結構聞くのが、うん、制作部っていう部署があるんですよ。制作部さんってまあ年中人手不足というかね、まあずーっとだよね、うん、僕らがデビューして以降、うん、制作部が人足りてるって聞いたことがない。その制作部って言っても制作進行部っていうところがやっぱりすごい人手不足なんですよ。まあどんな仕事をするかっていうと、まあ現場のスタッフか役者さんのお弁当とかそういうのを手配したりとか。弁当の手配ね、はい、あとお茶場、うん、お茶場を作ったりとか、お菓子とか、まあ、お茶、うん、コーヒーとか、うん、そういう、まあ、現場での快適な運営を助ける。そうですね、うんうん、まあもちろんね、他の部署のお手伝いをしたりとか、いろんなもう仕事は多岐にわたると思うんですけど、まあ、さっき言ったお手すきみたいな、誰かこれ手伝ってっていう時に、うん、まあ、真っ先に飛んでくるのが大体制作部の一番下にいる進行の方たちだったりするんだけど、うん、まあ、それをするために常に現場に張り付いているし、うん、何かこれ手伝ってこれちょうだいって言った時にパッと動けるような人なんだけど、うん、まあ、これが結構大変なんだよね。大変だし、まあ、大変でもあるし、その人手不足っていうのもあるんで、その何にもわからない人でも比較的入りやすい、入り口として入りやすい部署でもあるんですよ。まあ制作進行は、まあこう言っちゃなんだけど 90% ぐらい入れるんで、現場には。よっぽどその日本語喋れないとか会話してて話全然できねえなとかそういうことがなければ、まあ入れるとは思う、現場に。だからそのつてさえあればそこに入れると思うんですよ。でもちろんそこに入って、本当は僕、うん、例えばカメラマンっていうか撮影部をやりたいんですとか、本当は僕録音部をやりたいんですとか、美術部をやりたいんですとか、いろいろ入り口は制作部だったけど、本当はこっちやりたいっていうのも、一回現場に入ってしまえばそこで つながりができるわけですよね。だからそっからこう、そこを入り口に入っ、いろんな部署に行くっていうのはよく聞きます、うん、まあまあ大事な話ってね、まあ、僕が監督になる方法でも話したけど、うん、そのやっぱりそのつながりが、人と人とのつながりがすごい大事で、うん、そのつながりの作り方っていうのって人それぞれだし、もう正解がない、逆に間違いもないから、制作進行として現場でポンと雇われたけど、そこで制作部に目覚めちゃうのももちろん一つの手だけど、制作進行で入って本当はこの仕事をしたいんだよなと思って、その例えばカメラマンだったら撮影部の仕事をずっと観察してて、足りてないところとか手伝ってほしいところがあったら、パッともうそこで自分で手伝っていっちゃって、よなんか君使えるねみたいな空気を作っちゃうとか、そういうのもまあ本当戦略っていうかやり方一つだから、まあ確かにね、映画やってきたいとか、はい、映画の現場でスタッフとして生きていきたいみたいな、うん、まあテレビも同様ですけど、それを考えるなら、うん、まあ入りやすいとこから入ってっていうのはあるかもしれないね、うん、あと学校ですね、インターンシステムがあるんで。でも学校ってさ、最近どう、映画の現場インターンいる？います。どういうインターン、照明とかそういうこと？専門部、専門のスタッフかな。それもありますし、例えばそのね、映画系の、うん、映像系の学校から何人か来て、インターンとして働いてもらうっていう。それはどういう部署に入るの？制作部として入るの？いや、好きなとこ入れるんじゃない？
あ、本当。好きなって、まあ、うん、好き、うん。まあ、まあ、ある程度希望は聞くと思う。やったことないでしょ、スタッフはやんないでしょ、多分、うん、もちろん。だから、その、制作とか、演出とか、撮影とか、照明とか、多分、自然にやりたい、興味ある部署になるんじゃない。まあ、でも、かなり余裕のある現場だろうね、だとするとね。インターンというか。まあ、そうかもしれないですね。まあ、余裕があるっていうか、だって人育てようってんだからさ、うん、まあ人手が足りない時にインターンを呼ぶっていうパターンもなきにしもあらずですけど、まあそう考えるとなんか嫌な話だしさ、うん、なんかいや人足んないし欲しいのは即戦力だけど、うん、空いてるのがそういうまあ学生とかさ、うん、アマチュア未経験者みたいなところしかないって言ったらもう割とこう終わってんなって感じ、業界的にするけど、たまたま集まらないってこともあるじゃないですか。そのたまたまなんてないでしょ。たまたまこんだけ募集してて集まんないなんてあるよ。だって転職情報サイトとかさ見たらさ、うん、制作進行募集みたいのさ毎回あるで。あ、本当。うん、だっていろんな制作会社がさ、はい、進行募集、うんうんうん、あなたも憧れの現場で働いてみませんかみたいなさ。あ、そう。だいたいそういう嘘だろみたいな書いてあるけど、うん、まあ、それで社員になってね、あのいろんなテレビとか映画やっていくっていうのもまあ一つの方法だけど、まあね、最終的にはプロデューサーとかにね、うん、なる、うん、でもその前に辞める人の方が多いよね。まあそうですね、そう、うん、まあそう、それもあるな。そういうやっぱさ、そういう入りやすい入り口だからこそ辞めやすいっていうのもあるし、うん、そう考えるともやりたい職種があるなら最初からそこ一本釣りの方がまあ健全な気もするけど、うん、まあ狭きもんではあるわね。強いっすよね、制作部の人たちって。どういう意味強いって？タフってこと？タフ、精神的にタフなっていうのは、まあ大体怒られるからね。うん。